ここにおいて共に生き、道に水に合う、合うだけ線引いて V としておきましょう。まあ川にぶつかったんでしょうかね。はい、停泊丸をつけて、A、 一応やっときますか。この字出てきましたからね。はい、この字が出てきたらもう問題になります。もう問題になりますから、しっかりチェックをしておきましょう。刺激系ですね。はい、刺激、ここで試しにやってみましょうか。はい、71ページです。エンパ向上、人をして嬉しむと書いてありますけども、しむという字があったら、まずその直下を読むわけですね。人をして、これが王に相当します。対象ってやつですね。そしてどんなことをさせるか、 C に当たる言葉、まあ、動詞相当の言葉が多いですけどね。はい、ですから、エンパ向上ね、夕もやですか、夕方もやもやした霧みたいなやつですね。それっていうのは人を悲しませるなんていう風な、意味になるわけですね。 A に何々を何々させるなんていう風に書いてありますけども、はい、同じようにここも取ってみたいと思います。大丈夫かな。はい、停泊は何を指したんでしょう。鬼を、あ、失礼、木を、これは丸括弧つけて O としておきますね。先に渡る、これが丸括弧つけて C です。動詞に当たるのがここ、失礼、ここじゃないね、こっちが動詞ですね。鬼をして先に渡らせしめっていう感じですね。はい、渡らしめっていう感じ。 OK。 つまり停泊はまずはその幽霊の様子を見たかったわけですね。幽霊は一体どういうふうに川を渡るんだろうと。で、これを聞くに、聞くって書いてありますね。音が重要のようです。見てみるよ。瞭然として全くという意味があります。瞭然として全く静音なし、音がないと。なるほどね、幽霊だもんねって感じがします。で、停泊も同じように川を渡るんですが、停泊、これ読み方大事だな、緑でチェックしとく。自ら、自分でという意味があります。自分で渡れば、自分で渡ると人間ですからね。総裁として、音にするとジャブジャブ。大丈夫？ジャブジャブと音を鳴した。はい、ここでやっぱり幽霊さんは、A さんね、停泊さんのことを疑うはずなんです。いきます。木丸をつけて B。また言う。何をもって性あるかと。はい。なんで音がするんだいっていうふうに言ってるわけですね。何をもっては英語の Y に相当します。つまり、なんで音がするの？君幽霊じゃないの？っていうことを B さんは言いたいわけなんです。そしたら停泊は何て言ったか。もう、この人の言い訳っていうのは決まってますよね。私は新しく幽霊になったものですでしょ。それがこう言い換えられました。新たにすれば、真摯。そう。つい最近死んだので、はい、もうつながり見えてきたでしょ。つい最近死んだから新しい幽霊となったわけでしょ。 OK。 新しい幽霊に至るためには新しく死ななければいけませんね。はい、あなたにすれば何つってるんでしょう。水を渡るごとに習わざる、習う線引いて V、 こいつがドントに相当します。でもこれがざると連体形になっています。なんで連体形になっているの。今度はのみじゃなくて、この字読み方覚えてね。ゆえだよ、ゆえ。意味は理由ですよ、わけです。私はつい最近死んだので、水の渡り方に慣れてないんです。水を渡ることに慣れてないだけなんです。だけですね、ここ限定。そして来ました、なかれ、禁止の区形です。何々しないでください。ですからやっぱり直下に動詞を持ってきてるわけですね。我を怪しむことなかれ
と、というふうな感じですね。はい。大事なのは、なかれという言葉。これもともと名詞否定だったんです。もともと名詞否定の言葉だったんです。これでなしと読む字だったんですね。ですから、動詞にこと、という言葉をつけたり、その動詞自体を連体形にする必要があります。書き暮らし文を書きなさいというときに、このことっていうのを、間違って省略しちゃうと、罰をもらう可能性があります。まあ、怪しむ自体が連体形だから問題はないんだけどね。怪しむ、終止形が怪しむだったとしても、連体形は怪しむですからね。はい。まあでも、しっかりことを入れられるようにしておきましょう。最後までいきます。ゆくゆくそのままって感じですかね。はい。ゆくゆくその調子で間もなく何々になろうとする。ホス、want to。縁の死に至らんと欲しい。まあもうすぐ到着するのかな。そこで停泊は行動に出たよ。停泊丸をつけて、停泊、すなわち鬼を担いて、はい、肩の上につけ。このつけるというのは、おそらく、拘束するという意味合いがあるんだと思う。つまり、鬼をがっちり捕まえたんだと思う。はい。あ、それはここにあったのか。急にこれを捕らう。ここに拘束っていう意味合いがあったんだね。捕らえる、線引いて V。これは、もちろん、鬼、木ですね。B。つまり、鬼をがっちりこう、拘束しました。だから、鬼はびっくりしますわな。鬼、失礼、木ですね、B 大いに叫び、声、サクサクセンタリー助けてくれーって感じなんでしょうね。おい助けてくれーって感じですね。おろさんことを求む、誰が求めた？ B が A に求めた。 B が A におろしてよっていうふうに言ったけど、はい、またこれを聞かず、はい、これは B の発言ですね。これはね、 B の発言を聞かなかったということです。大事なのは、待たずというやつですね。これですね。まあ、これ文法要素的には部分否定って言われるんですけども、はい、一応、後で、今見ちゃおうか。全部否定と部分否定っていうのがあるんだけど、否定形ってところを見てもらおうかな。否定形というところを見てもらおうかな。はい。またずっていうのは、もう二度としない。33ページね。もう二度としないという意味なんだけど、これ実は字の順番が、変わってくるんだけどね。このまたずは、一度はしたけどもう二度としないという意味がある。そう。一度は鬼の言うこと、失礼。幽霊の言うことは聞いていたんだけど、もう二度と幽霊の言うことは聞かなくなった。というような意味合いが、この字に込められているのに対し、もし順番が逆だった場合、これは全部否定ですね。前にもしなかったし、今度もしないというような意味になっちゃうらしい。 OK、 そうだよね。初めは鬼のアドバイスとか鬼の喋っていることにちゃんとね、応答とかをしていたんだけど、ここで急におそらくなんか策略があってね、B の言うことをもう聞かなくなったということなんでしょうね。順番注意ですね。はい。続けていきます。直ちに、はい、至る。はい、到着したんだね。至る。縁の死、中。丸括弧をつけておくよ。そしたら、下ろして、地に、作れば、線引いて V。はい、A さんが B さんを下ろしたわけだね。そうすると、もう人がたくさんいますので、一旦ね、何かに化けないといけない。はい。貸して、一応となる。なる線引いて V、一応丸括弧。もちろんこれは B が化けたわけですね。そこで A はどうしたか。A は、すなわちこれを売る。羊を売ったわけですね。でも、この羊はもともと羊ではなく幽霊だったんです。だから A さんは恐れた。何を恐れた？また幽霊に変化することを恐れたんですよね。はい。その変化する。B が、今羊である、B がまた幽霊、木になることを恐れたんです。だからどうしたか。これにつばす、線引いて V。どっかで見たことあるでしょ？そう。
A さんは B さんの弱点をここで聞いてましたよね。 OK。 そうだから唾をピッとつけてやったと。だからおそらくもう鬼は羊から、幽霊に変化することができなくなったんでしょう。逆だね。羊から、あ、いいのか。幽霊から羊に変、違う。羊から幽霊にもう元に戻ることができなくなってしまったんだろうね。一生羊だ。はい。そしてどうしたかっていうと、得ました。L1000 引いて V、銭1500。そして、すなわち、そこで帰りました。A さん帰りました。当時、席数、丸をつけておきますね。人物の名前です。イエルあり、席数は行ったよと。停泊は鬼を撃った。A は鬼を撃った。そして、銭1500を得たりと。いうふうに言ってますね。この話の面白みって何なんだろうなって最後考えてみると、まず、こういう構図ですね。はい。賢い A と、それにやり込められる B。 A が当然人、こっちは幽霊です。超常現象を、もう存在自体が超常現象である幽霊なんです。でもそんな幽霊が人間にやり込められるという面白さですよね。はい。それをちゃんと掴んでほしいなということ。あとは何かっていうと、その超常現象的な B っていうのは、なんか意外な弱点ってあるもんだねと。人間の唾が苦手なんだと。というようなところもしっかり味わえればいいのかなという気がします。ただ、内容的にはそんなに難しい文章ではありませんので、しっかり我々は苦形ですね。苦形ですね。はい。それをしっかり掴んでおく必要があるかと思います。よく音読をしてください。そして、たくさん返り点が打たれているところは、自分でね、まずは漢字だけ書いてさ、例えばそうだな、こういうところ、こういうところ、例えば、これですね。この部分、ちょっと書いてみましょうか。これはね、手で書いた方がいいかな、音読より。例えば、こう書くでしょ。どこに返り手打つんだっけなって、覚えてるか。これはね、絶対こういう風にトレーニングした方がいいからね。はい、知らないんだからこれ0点ですよね。そして、何を知らないのかっていうと、ここがこう三角括弧になったわけでしょ。まだこれ0点だね。で、3点はどこに打たれるのかなとかって、こうやって確認するといいんですね。何の息するところ、これが2点、1点、あ、これ名詞かってやつだったなっていう。別にここまで説明する必要はないけどね。で、3点だなっていう。こういうふうにね、返り点をね、自分でこう漢字変えてね、打つ練習してみる。これもね、てかこれが一番いい練習かなっていう気がしますね。あとは漢字の読みであったり、句形の意味ですね。そういうのを、しっかり楽々マスター使って復習してください。OK。じゃあ、停泊、木を売るは、ここまでとしておこう。ありがとうございました。